そうですね。今何時だろう、5時から、5時15分です、前田純之介です。さっきそこのベンチでずっと寝てたんですけど、目が覚めて駅前でやろうかなと思ったら駅員さんが駅前は良くないって言うから、また駅員さんをあの口八丁手八丁に言いくるめて、時計台の前に移動して、やってます。なんかご近所の方が聞いてくださってて、で、まあ、あのとりあえず、まあ、多分7時8時ぐらいまでにはなんとか福山に行けるようなぐらい投げ銭もらえたらいいなと思いながら、ね、塵も積もれば山となるので、高校生が全員50円とか10円とか入れてくれたら最高なんだけどまあまあそんな感じで歌っていきたいと思います。ただいま、6時前から、いやもう5時半ぐらい雨が結構降ってきて、さっきあの泊まってくれたママさんが、交通費に至る分ぐらいいただけたんで、これから福山の方に移動したいと思います。本当になんかわかんないけど、こうすごいこうなんていうのかな、あったかい人に会える、でなんか結構高校生が見てくれたり動画撮ってくれたりしてるんで、みんなツイッターでバズってくれたらいいなーなんて思いながら、ちょっと、純之介、福山の方に向かいたいと思います。1250キロぐらいあったのかな、あの高田馬場から、別府まであと400ぐらいですね。なんかすごい感慨深いだけど、なんかすごいなんだろう、家出てからめっちゃ長い時間過ごしてるような気がするんですが、あっという間のような気もしますって言って、まだ終わってないってワンチャン福山でね、一発別府とかもやりたいなとか、まあ、思ってはいるんだけど、まあそんな世の中甘くないんですが、本当に、ここまで応援してくださった方も、これから応援してくださる方もありがとうございます。そういう感謝の気持ちで、今日も夜福山で歌いたいと思います。笠岡ありがとうございました。これね、僕のご先祖と一族とかの弔いの盆踊りをやってくれてる土地なんで、これまたあのね、なんか今回死者になんか助けていただいてるような感じがします。本当にね、ありがとうございます。ここからがこの旅の本番でした。はい、前田純之介です。ただいま、時刻は6時18分です。福山に着きました。とりあえずまずはチケットセンターでね、広島までどれぐらいかかるか調べて、やっていきたいと思います。でももう今日なんかちょっと雨降ってるからワンちゃん休む可能性もありますが、まあ、とりあえず頑張ります。あーもうヘロヘロです。今福山のチケットセンターチェックしてきました。バスが2400円、多分あれバスセンターまで行くから、おそらくあのいつも僕が歌ってる場所の近くまで行ってくれると思います。それが2400円だから2万4000円で、広島駅までが1900円なので1万9000円、ただ駅からぶっちゃけ街中までこの装備で歩くのちょっと不安なんで、まあちょっといろいろ考えたいなとは思ってます。180円か210円くらいだから、やっぱなんか2万円だよね。福山の目標は2万円ということで、頑張っていきたいと思います。はい、純之介です。今7時半ぐらいかな、だから1時間半ぐらいずっと福山の街を歩き続けてます。なんかこういう言い方すると怒られるかもしれませんけど、ほぼ廃墟です。やばいですね、光が全くついてなくて、今飲み屋街めっちゃありたんだけど、お店ほとんどやってないですね。なんだろうこれ、さきさんがさっき鹿児島全然人いないよって言ってたけど、こうなんかどんどん東京から離れるにつれ厳しくなってくるのかな。まあでもそれが知れたってことはすごく価値のある今日一日だけど、いやしっかり頑張らないといけないなと思います。純之介です。駅前まで戻ってきました。でも人いねー。今ネットで調べたら天満屋さんっていう場所と地下道でやってる人がいるということでやってて、天満屋さんの前か、ここだね。さっきまでやってたけど今は閉まってるから多分ロードライブできると思うんだけど、結構運命の分かれ道だね。天満屋さんの前でやるか、はたまた地下道に行くか、ちょっと考えます。純之介の運命は続く。